FC ボルガニジニノブゴロドは、ロシア西部の都市ニジニノブゴロドにホームを置いていた、サッカークラブである。1963年に、ゴールキーにあったトルペドとラケタの2クラブの合併により、ボルガーは作られた。チームはソビエト連邦トップリーグに参加し、最高順位は1964年の14位だった。1984年、チームは解散した。 1998年、FC エレクトロニカニジニノブゴロドと呼ばれる新クラブが創設され、2004年にボルガに改名された。2008年、ロシアセカンドディビジョンのウラルボルガ地域リーグに優勝して、ロシアファーストディビジョンに昇格した。2010年、ロシアファーストディビジョンで2位という好成績を収め、プレミアリーグ発足後、初の昇格を果たした。 2016年6月15日、多額の累積債務のため経営を続けられなくなり、解散した。リザーブチームのオリンピエツ・ニジニノ・ブゴロドが変わって、トップチームとなり、2017年には2部に昇格した。ありがとうございます。